き上がるのは足、このスコールが大きい、スコールも飛んでいる、ブレンバスターどっちだ、ブレンバスターどっちだ、クマシか、クマシだ、一つ打たれれば一つ返す、ドロップキックで場外、クマシが追うぞ、クマシが追う、武道館大会世界タッグの挑戦の前にフェイスクラッシャー、小橋健太、その前にこのアジアタッグ戦があります。これは来週放送の仙台大会、同期の菊池剛と組みまして単なるエクスプレスのアジア王座に挑戦します。阿波さん、もしかしてもしかするとアジアと世界をという夢も、もう小林はそんな気持ちでいるでしょうね。そうでしょうね、まあ、アジアのこのタイトルマッチが決まった時に、お、鶴田は早くも牽制、その上をその次は狙いますというふうに先を先を決意を語ってくれました、この小橋健太。そして最終的には武道館でやはり三冠、田村さんの後にはという思いでしょう。さあ田上、田上が戻ったぞ、ものすごい、ものすごい、エルボを打っていく、そして鶴田にもそばっと打っていく、小橋気合が入っている、三沢は縁にプランチャー、ショートライブに乗っている、田村が鶴田を打っている、そして田村のプランチャー、ジャンボ鶴田に打っていきました、生き生き超世代。それもそのはず、三沢と小橋が武道館で世界タッグ、そして川田が三冠、超世代軍乗ってくるはずです。小橋健太のローリングクレイドル、まだこの2人の戦いが続いております。小橋と淵、どうだ、前練習放送のファン感謝で小橋健太のムーンソルトプレス、36分淵を仕留めております。さあ今度は三沢、三沢のドロップキック、三沢のドロップキックだ、淵を捉えている、内のダメージが深い、そしてフライングボディアタック、カウント入る、カウントは2、大阪大会の4対4対決、それからチャンピオンズアニバルで、この今鶴田にもエルボーを打ちました、この淵を破っております。それだけに淵としては負けられないところ、さあいい形で鶴田にタッチ、鶴田が出てまいりました、鶴田と三沢、武道館大会世界タッグで、さあこの2人が当たります、エルボー合戦、エルボー合戦、相手がボディウィリアムスでなくて、この三沢燃えてくるよと鶴田が言えば、燃えてくるならそれを消してやるという三沢、さあ打たれながら七人指示を出したぞ、おっと試合動いた、ああこういう戦法を取っている、そしておっとセカンドロックからの早くもバックドラップ、阿波さん、鶴田選手は打たれながら選手に指示を出していましたね。もうここはね、淵も鶴田も百戦錬磨ですから ね、距離は20年ですから、はい、これまで本当に超世代軍を苦しめてまいりました。お、張り手、ジャンボ鶴田の張り手、張り手というよりは張り倒しという感じ、それからチョップ、チャンピオンカーニバルでは引き分けました、この2人、鶴田の通算2勝1敗1分けというこの両者の対戦成績になっています。おっとマットを引き離した、引き離した、そばにもタメが入っている、何をするのか、世界的チャンピオンコンビ、アームボンバー、アームボンバー、北斗札幌で爆発、場外アームボンバー、三沢大の字、武道館へはまだ4周後遅うですのに、もう早くもヒートアップ、三沢動けません、田植え思い切って打ちました、田植えがね、全シリーズ痛めた足を今また痛められましたよね、あ左足ですね、ですから本人が中へ入れない分外でやろうとしてるんじゃないですかね。なるほど、その田植えの開幕戦、この左足の具合ってのはどうご覧になりました？ね、そう、全て治ったというわけにはね、やっぱりいきませんよ、その痛めたものをね、はい、あ、その2週間や3週間で、でも、やっぱり辛抱して出てきますからね、はい、それがレスラーです。フライングでストップ、ジャンプずれた、追いかぶせる、小橋が出るところを縁がカット、カウントは2、三沢は自力で返しています。まあそのあたり、ジャンプをついた選手は田植えの、失礼、三沢選手は田植え選手の出来具合を今日はじっくり見させてもらうよというふうに話していました。世界タッグ戦で田植えが本当にいるだろうというふうに三沢は話しておりました。さあ今度は
チが、そしてタウルが交互に攻めていきます。三沢がちょっとロンリーバトルになっております。トップロープ、あーやはりちょっと左足を映っています。タウル明大丈夫でしょうか。世界タッグは4週間の放送の武道館 6.5 です。最終戦ちょっと心配です。さあ淵のグラン、いやスリーパー、今グラウンドに入りました。再三この2人の攻防はこのスリーパーあるいはフリースロックの攻防でした。落とせコールが飛んでいます。淵正信ねじり上げます。三沢うずくまりました。今日もあのまた動きを封じる不在のキックが出るんでしょうか。三沢が増す、三沢コールがますます大きくなってまいりました。馬場さん、この三沢にとりましては、まあ、三冠は川田に、まあ、このところは任せる、応援するという立場になりましたが、この三冠戦についてはですね、反戦戦が続いていてから、まあ、気持ち精神的にこの切り替えが必要かもしれないというふうにジャンプライアント話していましたが、レスラー心理としてどうなんでしょう。ちょっとこの間を置くというのも大事なことなんでしょうか。まあ、そうでしょうね、はい、ですけども、まあ、川田が勝ちますとね、まあ、三沢も喜んでいるだけというわけにもいかないじゃないですかね。そうですね、喜ぶのはもしかしてファンかもしれない、川田対三沢の対決が見られるという夢もファンの皆様は抱くかもしれません。さあ今度は鶴田、鶴田の三沢、この武道館はスリーパー合戦だよと話しておりました鶴田ですが、これを巻き投げで投げられません。ただこれを巻き投げで防いでいたんですが、鶴田がそれをディフェンスしました。馬場さん、このちょっとしたところにも、いや、富士もね、ジャンボもよく研究してますよ、横に、大抵三沢を横から攻めてますでしょ。はいはい、まあ、今三沢下向きになりましたけども、70分が経過しました。それから馬場さん、三沢選手はこんなことを言っています。ラリアットは絶対、例えばハンセンに戦った場合に絶対切ってはいけない、これももちろんなんですが、これからは今までの反省も含めて一発食らってもいいと思うくらいで攻め込まなければいけない、これはどういうことなんでしょうか。もうね、絶対食ってはいけないんですけども、疲れてきたらね、そうはいきませんからね、もう向こうはそれを狙ってるんですからね、それだけを大事にしてるんですから、さあ三沢、田植えのラフファイトになっています。それから、まあ、これからは形を気にしないでヘッドバットを出すくらいの気持ちで反省なんかに向かっていきたいというふうに三沢は話しておりました。まずは三冠戦は川田が臨みます。その後狙うという感じの三沢であります。さあ今度は淵コールに押されまして、またまた、おお、今度はサードロープを使って三沢の喉のあたり、これを攻めております。まあファン感謝デーではこの淵にですね、調査来軍が同じように淵の攻めを淵に返していったわけでありますが、今日は淵だってね、やっぱり、まあ、彼はその三沢とこう体力的に変わらないように見えますけども、はい、どうしても体重が三沢よりはありませんしね、そうするとこういうことをやっぱりやっていかないとね、自分が危なくなりますからね。そうですね、しかしそれにしても、いやー、引き出しが広いと言いますか、いくらでも出てまいります。まあ、このぐらいやりますと、ちょっと感心してしまいますね、あまりにもレパートリーがありますんでね。島園部です。さあジャンボついた馬場さんが、ビッグ馬場という名前でこの全米をカットした時にこういうラフファイトも見せたということなんですが、ここまではどうなんでしょうか。ちょっと聞こえませんですね。そうですか、そうですか、はい。それにしても荒っぽいファイトを見せます。島園部、カバーの体勢、エビ、島園部です。ドジャースの挑戦を浜松で受けた後、まあ、その後には小川菊池、あるいはマレンコ・リチャードもこの世界ジュニアの座を狙っています。鶴田から淵から鶴田へ、さあエルボー、反撃の木をまだ狙っておりました三沢、しかし膝が飛んでいきます。ジャンボ鶴田、待ち受けて回転エビは三沢、潰すか鶴田、潰した、パンチ一戦ジャンボ鶴田。世界タッグはぜひ防衛したいでしょう、初防衛戦。
守る方が大変なんだというふうに言っていました。この鶴田、2本ベルトがありますでしょ、PWF タクト、インタータクト、はい、馬場さんと組んでいたやっぱりインタータクトをどうしてもこう先に巻いてしまうというねジャンプ選手なんですが、それだけ愛着を持っているわけです。さあタウを呼び込む、タウを呼び込む、このタウを言っていました。初めて鶴田さんと組んだ頃はもうカチカチだった、でもやっとなんとか鶴田さんのお荷物にならないように世界タッグを取ることができた。涙の王座ラッシュでした。今ちょっと足を痛めていますがどうでしょうか。初めての防衛戦です。ママさんもこの例えば偉大なレスラーと組んでこうカチカチになっちゃったなんて経験はありますか。あ、それはありますよ。ありますか。そうですか。あ、膝を痛めた田上明。さあ血が出る、血が出る、川田が放つ、川田が放つ、石川が放つ、田上を痛めつける。さあ川田が出た、武道館対ハンセン戦、キックが行く、キックが行く、鶴田にも打った、ハンセンにも打った、あのローキックが行きます。そして田上をロープに飛ばします。ラリアット、大川田ゴール、カバー、川田の動き生き生き。先週放送の後楽園では水中奥落下ペンバスターをスイングアーに持っていきました田上。今日も生き生きしています。田上の左膝を右滑車をつけの上本部席、世界タッグを挑戦しますのは同胞の伊沢小橋でありますけども、援護射撃であります川田橋は、この痛めている左足、田上の左足に集中攻撃、今度はまるで超スライ軍が口のようになりました。あのファン感謝デーと同じようになりました。川田から小橋へのつなぎです。世界ダックダッシュなるかどうか、来週放送の仙台対カンナムエクスプレス、左足を攻める小橋、今日そのカンナムエクスプレスはフルトン兄弟を破って4度目の防衛、アジアダック王座を守り、そして今日ボディスリンガー組と激しい戦い、果たしてラッシュなるかどうか。アキレス腱固めに入っている小橋健太、カットに入る普通のサラブ、川原から縁がリングで対峙しております。さあ小橋がその縁に胸板に健康を見舞いました。そして抱きかかえるバックドロップ、タグを投げた、カウントは2です。チャンピオンカーニバル、川田がスパイビーに勝ちました。小橋がウィリアムスに引き上げました。タグはハンセン、ウィリアムス、スパイビーに敗れています。そしてその後リタイア、悔しいでしょう。この超スライ軍の攻めどうご覧になりますか。いや、それはね、ジャンボ軍がやったんだからやられてもしょうがないですね。しょうがないですね。やられたらやり返す、まさにそのうちで言っている超スライ軍であります。さあ今度は川原が馬乗りの体勢、三沢も加わる、今までの淵にやられた分田植えを、そして淵を順々に捕まえております。川原の志明、おお、これはジャンボ鶴田選手はやる、足殺しです、膝殺しです。田植え悲鳴を上げる、田植え悲鳴を上げます。2年前の札幌大会対ハンセン戦、初めてハンセンとやりました川田、その時には短時間で敗れ、外人とはやる気次第、こういう風に話しました川田俊明。しかし今俺の名前をまだハンセンは知らないだろう、なら覚えさせるファイトをすると言っています。業界への報復、フォーアンドアロー攻撃、カバルとシェアキ、まあ、ハンセンはこの川田の名前も覚えていないはずはないんです。しかしそこまで行き届ける川田、ジャンボ鶴田がここに入りましたが、やるせない、ややるせない王であります。さあ三沢ミスハルだ、何が何でもこの田植えを仕留めたい、スピンキック、三沢ミスハル。前回放送の開幕戦では後楽園タイガースープレックスを見せてくれました。三沢も乗っています。世界ダック決定、挑戦決定、田植えとやり合う、あ、田植えどうしてもあの
左足首というポジションを考えると、まあ、やっぱもう踏ん張れませんからね、踏ん張れないチョップもちょっと威力がありませんでした海部明。どうなんでしょうか馬場さん、こういう例えば故障あるいは試合中のアクシデント、そういうものがギロチンドロップ小橋あってもなんとか乗り越えていくのがチャンピオンと言ってもいいですか。そうです、もう、はい、ここはいたきゃ、ね、右がいたきゃ左で勝負するという、なるほど、ね、ことをやっぱり考えていきますからね。ハンセンが左腕を破壊された時に右で勝負しましたね。そうですね、はい、そして最後は左のとどめ、おっとこれはストレッチ攻撃できました小橋健太。完全にカウンの動きが止まっています。タンエドをする左足首負傷、ややダメージ腰と見ました。内がカットに入ります。かきむしりのような格好でひっくらがしました。ウサーが出ます。誰が一体キーポイントを握るのか。このシックスメンタッグマッチ何回も言います。51分、そして45分やった全日本プロレスの黄金カード、シックスメンタッグマッチなんです。サソリ固め徹底した足殺し河村俊明、サソリかまだステップオーバーしない、まだステップオーバーしない。あのファン感謝で馬場選手とのシックスメンタッグマッチも実は馬場さんにジャーマンを打ちたかったよと、ああ三沢との連携、そういう風に言う河村俊明です。サソリ固め入りました。目は鶴太郎を打っている、田植えはこらえる、田植えこらえる、ああ挑発、川田得意の挑発。川田さん、言うこともやることもな、本当に川田なんて言ったらいいんでしょうか、頼もしくなりましたね。三冠戦が決まりました川田俊明です。馬場さんにジャーマンなんていうことを言っています。さあ三沢のジャッピングキック、青いコーナーに釘付け、田植明です。三沢と田植、おっと今度はトップロープを利用して太ももの内側から下のあたりのキックを打ち上げました。今20分が経過しました。川田の、失礼、田植の表情がだん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 時間をごとに苦しく苦々しくなっていきます。さあ小橋がいつもやられている、これは2クラッシャーです。サソリ固めの後は逆指固めが待っている、ロープブレイク許さない。もう一度ねじ上げる小橋健太、張り手を打つ、張り手を打つ、足から顔面へ攻め手を変える、これは挑発している、側面へ打つ、田植え立ち上がる、このチョップはどうだ。さあ喉始めはあるか、なんだこれは、喉輪です、喉輪です。左手は鉄壁のように打った、もう見えも外聞もない、味も外聞もない、形もへったくれもない。タブレが起こった、あーしかしエルボー、しかしエルボーの先手、まあね、こういう、まあ、今のタブレの怒りなんか、これはもう出てほしいですね。今までタウエにこういうところはなかったですからね、はい、そういえばこの川田とタウエ、やるときはタウエがいつもああいうふうに発展といいますかね、なるんですよね。これが出てくればタウエ本物です。左足の痛みもおそらくその気迫精神力でカバーできるんではないでしょうか。今川田との交わりでちらっとそれが見えました。さあここは縁にタッチ、さあコールだ、場外に川田を投げると鶴田が待ち受けているぞ、ジャンボ鶴田、おっとジャンボ鶴田も、おっと引っ掛かした、さあおっ、ああかろうじてかろうじてマットの上か、ギリギリのところハイルドライバーを打ちました。マットに出てもね、ダメなんですよ、頭床に打ってますからね。おお、頭頂部は床のところか、さっきのまさにお返しであります。ジャンボ鶴田形勢が入れ替わりましたか。探さずに今日はこういう場面が非常に多いんです。ラフな展開になりました。今度は淵と鶴田、やられたらやり返して、馬場さんさらにやり返しがあるわけですね。いや、面白い一戦といいますか、壮絶な一戦になってまいりました。まあ、しかしこれがプロレス、これぞプロレス。さあ淵が馬乗り、
川田敏明に馬乗りであります。ガーツのように川田を踏みつけ福島園部、今日はまだ福選手の関節地獄が見られておりません。というよりはこういう連携を使ってのラフファイトが多くなっています。福から鶴田へのつなぎ、さあジャンボ鶴田、まずは小倉ツイストだ、強烈だ、拷問小倉が始まった。2人の戦いはいつもこの拷問小倉合戦、今度は引き寄せた、首が横に曲がっている、まさに拷問小倉。そして淵が、さらにこの小倉に力を加えました。阿波さん聞いてますと、長瀬来軍は女性ファンが多いんですが、かなり熱くなってるファンの皆さんもいらっしゃいますね。そうですね、もう僕らが見てても興奮しますから ね、もう悲鳴というよりは天を仰ぐというファンもいます。さあ今度はこちら側です。まさにラフプレーの博覧会、今度は違う馬乗りです。ブーイングが飛ぶ、そして川田頑張るの声が飛ぶ。さあ田植えのここからの反撃ぶりどうでしょうか。さっき馬場さんのお話のように場外から今日はポイントを抑えて、そして調査ライブに攻撃を待っております田植え。日本一のハンマーが飛んでいきます。ジャンボ鶴田、馬場さん今日は鶴田選手がどちらかというと淵田植えを動かしているという感じですね。そうですね、はい、淵がスリーパーです。まだジャンボ選手のバックドロップあるいはそういうものが展開されるシーンにはなっておりません。さあ馬場さん、ちょっとスリーパーです、決まり場合どうでしょうか。もう川田はね、それでいいです。川田も、さっきよりは、ね、楽にはなりますけども、さっきはバックブレーカーみたいな、体勢になってました。血が浮いてますからね、はい、今下に腰が落ちているという感じになっています。マットについています。カウント、カウントは2、25分経過しました。さあ淵から鶴田、鶴田の大技はどこで爆発するんでしょうか。川田がちょっとロンリーバトルになってきたぞ。ブレンバスター、大技か、同時でスリーパー、川田の試合同時でスリーパーです。アドセコールが始まりました。タグがカットに入ります。ハンセンにも有効か、この同時でスリーパー。まあ、今日は仮想ハンセンということで鶴田に向かっていっているでしょう。川田俊明、靴ひもで顔面こすり、よくレスラーの顔面に靴ひもの跡が、あるいは胸板についていることがあります。それほど激しいキックを彼らは打っています。右のエルボーですがやや力がありません。カウントは2ならばどうするか、上明、早いタッチワーク、早いタッチワークです。福島サラブ円髄、田植えがやや左足を負傷しておりますので、ここは鶴田軍3対2の戦いというような様相にもなってまいりました。それにしましても川田がよく返しています。ハンセンは自分のグリーンボーイ時代を知っている、このイメージをハンセンの中から、頭の中から払拭しなければいけないというふうに川田は話していました。川田の目はまだ気を伺っている、口を睨んでいる。同じようにその向こうにはハンセンを見ていることでしょう。その顔にキック、川田の怒りどこで爆発するか。川田立ち上がった、川田立ち上がった、エルボー、いや平手いった、張り手いきました。振り返す、ラリアット、ネックピーカーのような形で打った。鶴田がすぐにフォロー、この辺のフォローは速い。2差上げる、鶴田を場外へカット、そして淵にも一撃。ジャンボ鶴田が今本部席前だ。もうすでに25分は過ぎて、時計の針は30分を目指している。
田植えが出ました。ああ、ソフトベイキックローキック、反射にエモットのキックは有効だったのでしょう。カバラとシャーキ、そして小橋田、小橋と田植え、ミドルキックを打っていく。田植え胸を出して受け身を取ることができない。喉元へソバットが入ります。水平チョップが入ります。ものすごい乾いた音、強烈なチョップだ。すごいチョップ攻撃。そして最後は顎へキック。田植え耐えている、田植え耐えている。ラリアットを切った。しかし大相撲で重量まで張った男、並々ならぬ耐久力を持っている。今はプロレスに大事な人生。しかし小橋がそれを許さない、反撃を許さない。やーっと喉は落とし、喉は落とし。馬場さん、ハンセンは言っていましたがね、誰とでも三冠かけてやってやるよ、なぜなら全日本はみんな俺を熱くする。小橋のファイト、田植えのファイトを見てるとまさにハンセンの言ったことも本当にそうですね。そうですね、まあね、みんな熱くしてくれるんですが、はい、お客さんも熱くしてくれるんですよね。本当にね、これだけの、ね、声援があったらね、はい、選手はもう頑張らざるを得ないですよ。そうですね。バックドラップだ。おお、田植えと淵が妙な力を持った通過へ飛ばしてきた。パンフレットには、あるいは先着100名にプレゼントされるオリジナルマッチには完全燃焼と書いてありますが、6面が6面、完全燃焼を目指して、またまたロングラン、長期戦になってまいりました。小橋頑張っている。持病の左膝、しかしその血を抜きながら頑張っているんです。小橋健太、フライングシュートだ。目指せ世界タッグ、小橋健太です。たくみさんの縁に一歩も引けを取りません。今日2回目のローリングクレイドル、今日2回目のローリングクレイドル。さあどうだ、回ります、回ります、まだ回っています。止まらない、夢が止まらない、ローリングクレイドルが止まらない、気迫が止まらない、小橋が止まらない、どうにも止まらない。カウント、カウント2、カウント2、スーツが体を落としてカット。30分が経過しました。これまで51分45分戦ってきた、今日は30分、30分経過。小橋がバックに回っている、ジャーマンだ。30分経っても綺麗な人間鏡、ジャーマンスープレックスホールド。開拓120年を迎えたこの札幌、まさに開拓時代、新人時代からの練習、稽古、積み重ねが今のジャーマンです。見事です。30分です。小橋です。武道館です。世界タッグです。両陣です。そしてムーンソルトプレスです。青春です。あー、鶴田がカット、三沢が打たせる。さあムーンソルト、アタックで勝った。どうだ、カウント2押し、カウント2押しぞ。さあ、そして三沢との連携、世界タッグの連携、ダイビングエルボー、そして帰ってきた鶴田にもエルボー。鶴田またしても場外、さあ V スロック、三沢のVスロック、北の都から三沢の熱いメッセージ、田植えにもエルボー、田植えにもエルボー。汗が飛び散る、汗が1ダース打ちました、1ダース分汗が飛び散りました。またまたフェイスラッカー、またまた鳥肌が立つ。三沢の攻撃、嵐のような攻撃であります。顔は丸いが超強い三沢、コールだ。どうだ、あー、これはロープに逃れました。鶴田軍といたしましても、この黄金カード、このところは連敗しておりますので、なんとしても調査ライドに大一番負けられない。口が落ち込んだ、鶴田が膝を打った、三沢の腰を打った。さあ今日は大技をまだ出しておりません鶴田。さあ日本一のパンチ、ハンマーが飛んでいきます。さあどうだ、ジャンピングに出た、日本一のジャンピングに出た、天下一品のジャンピングに一発で会場がどよめきます。そしてロープ飛ばす、新人かわした、読んだ、エゴー、新人をかわしたのは初めて見たぞ。フェイスバスター、まさに強いジャンボ釣れた、史上最強の生物、日本が生んだ突然変異バー
鶴田の削る水平チョップだ。馬場さん、小橋のチョップもすごいけど川田のチョップもすごいですね。そうですね、打線という音がします。そして現実あーこぼれました。先ほど三沢はかわしましたが川田は立ち上がりました。気迫でしょう、武道館でしょう、4週後放送でしょう、反戦でしょう。ロープに飛ぶジャンボックが出ない、エルボーが行った、もう一回今度はず回した、何がある、あ、正面からリーを上げた、ジャンボ釣れた、シジー今度は打った、今度は打ちました。いやすごい攻防であります。そして田村明、ここは男を見せたい、ここは男を追い見せたい。 DDT いいぞいいぞ、今日の痛み明日への笑いとつながる。足痛いのによく打ってますね、何もね。さあこれは体重がかかるぞ、あーコントロールやった、ブロックマスターはいけません、ブロックマスターはいけません。顔面キック変わらず試合パーボムか、足をまだまだ防ぎました。顔のロープに飛ぶエルボーかわした、ラリットかわした、どうぞおかしい、これを3連打で富山で顔だを KO。 さあこの後連発して打てるか、馬場さんがよくおっしゃる連発ですね。そうですね、技の組み合わせで足が痛いだけど打つパワーボム、川田のとこ言われた男だ、監督。35分経過、馬場さん、なんて言うでしょう、どうじゃなくて、あのファンの声援がゴーになってきましたね、ゴーという音に。すごい試合、喉を落とし2発目、馬場さん、この技もファンのとっさに出た技だそうですね。いやね、これはもう、だってどこにどうなるのか全く手に予想もって見当もつきませんね。本当にそうですね、誰がフィニッシュホールドを決めるのか、田植えの野田3連発か、あっと鶴田、今度は三沢を質問をタックルの内政の田植え構えた、あー勘弁勘弁勘弁、放送席は鶴田が三沢を打っている。さあリング上は田植えと川田、口は小橋を捉えている。さあストライクだ、あまりある6面タッグマッチ、6面がそれぞれ素晴らしい。